どうも、カイダです。よろしくお願いします。そうですね、昨日は、大阪の吹田の方に、視力回復、視力回復センターだったかな。ちょっと名前は後で調べて、まあ、テロップに書いておこうと思うんですけど、このメガネですかね、このメガネを作ってくれた方は、まあ、北海道の方なんですけど、その方の師匠のところに、まあ、勉強をさせていただくことができまして、まあ、その方が大阪にいるんですけど、まあ、ちょっと行ってきて勉強をしてきましたっていう形ですね。で、まあ、一言で言うとやっぱりちょっと、まあ、すごいなっていう感じですね。今までの、まあ、メガネの考え方だったりとか、この視力の考え方、見え方の考え方っていうのが、まあ、世界が変わるっていう感じの体感を受けました。で、まあ、これからその、まあ、その復習がてら、学んだことの復習がてら、何回かに分けて、まあ、動画撮っていこうかなと思うんですけど、まあ、一番、まあ、昨日で、まあ、最初に伝えといた方がいいかなって思うのが、まあ、矯正視力ですよね。僕が一番目が悪くなったっていうのがちょうど高校の時なんですけど、でそれは高校野球をやっていて、で中学からちょっとずつ、まあ、裸眼視力が 0.7 ぐらいに落ちてて、で高校野球やるときにもっと視力が良くないといけないんじゃないかっていうふうに、まあ、両親から言ってもらって、でコンタクト 1.5 見えるようにコンタクトを入れたんですよね。で遠くは見える状態になったんですけど、そのコンタクト 1.5 見える視力のコンタクトをつけた状態で学校の勉強、まあ、教科書もこれぐらいの距離ですよね。こんくらいの距離もうその 1.5 見えるようなコンタクトで、まあ、勉強をやってたんですよ。でそしたら、まあ、視力が急激に落ちまして、でやっぱり視力が落ちちゃったんで、どんどんコンタクトの度数も上げてっちゃったんですけど、でそうしてるうちに高校2年生の時に肩も肘も僕壊しちゃったんですよね。壊してしまってボール全然投げられなくなっちゃって、で握力も10キロぐらいに落ちちゃったって言いますかね、まあ、鉛筆持てなくなってるようなことまで言っちゃったんです。でその話を昨日、その、まあ、メガネは、まあ、田村さんっていうんですけどね、まあまあ、田村式のメガネって言いますかね、まあその話をちょっとさせていただいたところ、あのコンタクトのせいだねっていうふうに言っていただいたんですよね。でコンタクトで肩肘って壊れるのってびっくりしたんですけど、お話を聞くと確かにそうだなっていうふうに納得したんですね。でその原理っていうのが、強い度数、遠くを見るための度数を出すためには、まあ、コンタクトの度数を上げる必要があるんですけど、その状態、遠くが見えるような状態で近くを見ようとするとめちゃめちゃ体は緊張しちゃうだそうです。でその緊張した状態っていうのは目だけじゃなくて首や肩、もう体の全身の筋肉も硬直させてしまう、まあ、緊張させて硬直させてしまった状態でボールを投げる動作をするっていうことは、かなり肩にも肘にも負担がかかるっていうことなんだそうです。その状態でずっと続ける、緊張した状態で体を動かし続けてたせいで変な負荷が肩や肘にかかっちゃって、僕は痛めちゃったんだよっていうふうなことを教えていただきました。これはなんかコンタクトを入れてる人や、あとレーシックの手術をした人にも同じようなことが起こっているらしくて、結構そこのセンターには
まあ、スポーツ関係の方もたくさんいらっしゃるみたいで、ね、やっぱり目っていうのは遠くを見るっていうよりかはもう楽に見ることを前提にした方がいいよっていうふうには昨日教えてもらいました。僕が一番、まあ、目うろこだったのはやっぱりそのコンタクト、まあ、過矯正って言いますかね、遠くを見るために胴を入れると体は緊張して、それが胴骨と故障してしまうんだよっていうのを学ばせていただきました。ではこんな感じですね。ありがとうございます。